今回は鉢植えのアジサイの剪定方法をメインにご紹介します。母の日にね、いただいたアジサイ、送ってもらったアジサイ、綺麗なアジサイが手元にある方、今の時期多いと思うんですけども、アジサイのお花が終わったらですね、ぜひ一度剪定作業を行ってみてください。これは必ずしもやらなければいけないことではないんですけども、剪定しておくとね、次の年また綺麗な状態で綺麗な形でお花を咲かせてくれますので、ぜひチャレンジしてみてください。難しいことはないのでね、やってみてください。まず切る場所、剪定する場所なんですけども、お花の下から2節目、もしくは3節目の部分ですね、葉っぱが生えているところをですね、よく見てください。小さな芽が出てきていると思います。これが脇芽、花芽という部分ですね。この芽からまた来年花を咲かせますので、この芽を取らずに芽の上2センチから3センチ上の部分でカットしてあげてください。もう剪定の作業としてはこれだけです。注意事項としては、お花は終わっているけども葉っぱは元気なうちに剪定してあげましょう。葉っぱがもうしおれちゃってる、枯れちゃってる場合は、もしかしたらね、根詰まり、根腐れ起こしてる可能性があるので、その場合はちょっと一度ね、鉢から抜いてみて様子を見た方がいいと思います。剪定をし終わった後ですね、来年綺麗なお花を咲かせるために少し管理をしてあげましょう。あまり寒くない場所に置くようにしてください。で、水やりなんですけども、これはね、土がカラカラに乾いたら、たっぷりお水をあげるようにしてください。冬の間はこれを繰り返します。